2年前、あなたが望んでいたことが実現しております。令和元年5月9日日本時間の夕方4時過ぎ、またペイー国が飛翔体をフライアウェイ、さすがに5日ぶり2度目の飛翔体フライアウェイに細かな発表を避けていたアメリカ国防総省もついに弾道ミサイルと断定したと時事通信は伝えております。この弾道ミサイルはウラジミール・プーチンさんのロシア製イスカンデルの改良型とみられ、つまりはイスカンデル発射とは明確な国連制裁決議違反。そこで私の脳裏にはあのメロディーが流れてきます。もう終わりだね。ただしペイー国にはまだ手段が一つ残されています。それが我らが安倍晋三首相との日朝首脳会談。明確な国連制裁決議違反なので、より米国への制裁は強まりますが、日朝首脳会談が開かれるとなれば、幾ばっかの時間稼ぎができる。そして安倍首相は前提条件なしの金正恩委員長との首脳会談を、やってあげてもいいよ、なんつってね、おっしゃっております。ところがこの前提条件なしの日朝首脳会談の意欲を見せた我らが安倍晋三首相に、こんな人たちが大騒ぎ。その大騒ぎぶりは、令和になって初めて私の右手がクルン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 回ってしまうようなお話。今我が国が米国に対して取っている態度、これを考える前にこんな人たちのくるくる具合をチェックしておきたいと思います。まずは政治から。立憲民主党、その国会対策委員長であらせられる辻元清美先生、方針転換ですかと、理由を説明してくださいみたいなことをごねております。ところが今我々にはネットがあります。平成29年西暦でいうと2017年に行われた衆議院議員選挙、選挙戦を戦っている最中、石川慎之助さんという方が辻元清美先生の街頭演説の場所にトコトコトコと行って、北朝鮮問題はどうするんですかと討論を仕掛けた動画が YouTube に見つかりました。そこで辻元清美先生は、今なヨーロッパのないろんな各国の首脳はな、北朝鮮となお話し合いしてるねん、対話してるねん、だからな対話が大事やねん、みたいなことをおっしゃっておりました。はい、辻元清美先生、今我らが安倍晋三首相は対話、条件なしの対話を求めております。2年前、あなたが望んでいたことが実現しております。一体何が問題なのでしょうか。結局何をやってもアベノバーか。それはね、辻元清美先生ただの悪口です。さてさて、ペイー国のイスコンデル発射について、この後に及んでまで飛翔体とか言っている日本のマスコミのクルンクルン具合というのも相当にあれなのですが、そのクルクル具合を煮詰めたかのような記事を見つけました。それは講談社フライデー5月10日発売後、安倍晋三首相はまたしても拉致問題を政治利用するつもりなのか、なのか、なのか、と題したこの記事。政治ジャーナリスト角谷浩一さんのこんなコメントから始まります。これまで安倍首相は拉致問題に全力を尽くしていくと言っていました。でも実際は何一つ進展していない。2月にトランプアメリカ大統領と北朝鮮情勢について電話で意見交換したと自慢げに話していましたが、結局アメリカ頼みであり、日本独自の外交などどこにもありません。今回の日朝首脳会談に向けた意思表明も、参院選に向けたグデベデキのアピールだと疑われても仕方ないですね。政治ジャーナリストの角谷浩一さん、2月にもしもしお電話しましたなんつってね、安倍晋三首相が自慢してたぜなどとおっしゃいますが、我らが安倍晋三首相、平成の御代も終わりに近づいた4月26日、そして27日の2日間にわたってアメリカ方面にフライアウェイして、ドナルド・トランプアメリカ大統領とゴルフだけではなく、ちゃんと首脳会談をしておりました。そして一発目のイスカンデル発射の直後の5月6日も、もしもしドナルド元気とお電話会談をしておりました。政治ジャーナリストでありながら最新情報に一切キャッチアップせず、2月の情報をテレテレと話す。もしかするとですよ、この4月の日米首脳会談並びに5月6日のもしもしのお電話、政治ジャーナリストの角谷浩一さんはご存知なかったのでしょうか。アホか。また日本の独自外交がないなどとね、政治ジャーナリストの角谷浩一さんはおっしゃいますが、
あの望月磯子さんとおなじみの東京新聞が5月8日に伝えたところによると、北朝鮮入国禁止解除を要求、関係筋日朝会談へ条件、まあ、つまり日本独自の制裁として米国との人的な往来、これを禁止していた、これを米国は解除してよ、まあ、なんとかソ連とかあそこら辺のね人の往来を見逃せよみたいなことを言ってきた。つまりこれは我が国の独自外交をやっているんです。政治ジャーナリストの角谷浩一さん。そもそも論で今のマスコミ全体、そしてこのフライデーの記事も同じく伝えているのですが、5月6日のアメリカドナルド・トランプ大統領とのもしもしという電話会談、これをきっかけに我らが安倍晋三首相は前提条件なしで米国の金正恩委員長と首脳会談をしようと言い出したとなっておりますが、この条件なしの対話については5月3日の産経新聞のインタビューですでに述べており、そこから遡った時にやはり4月26、27日で行われた日米首脳会談、直接会って話したこの日米首脳会談が起点だと見るのが公開されている情報を時系列に整理した時の当たり前の結論。ところがこの講談社フライデー並びに今のマスコミ全般は5月6日からのもしもしの電話会談からと報じる。ね、くりくりでしょ。このフライデーは次に同じく政治ジャーナリストの鈴木哲夫さん、この方のこんなコメントを紹介します。自身の政治課題である拉致問題を進展させ、政治家としての遺産にしたいのでしょう。首相は外交手腕に自信を持ってきました。これまでも森影問題などで支持率が落ちると外交外遊をして支持率を回復させてきた。ただし今回は大きな賭けです。直接会う以上確実な成果が求められます。何もなければ安倍政権にはデイデメージになる。あえて言います。おい鈴木、拉致問題は安倍首相の政治の遺産なんかじゃない。我々日本国民が解決しなければならないこと、我らが同胞が奪われてるんですよ鈴木さん。そんでもって遺産、まあ、つまりレガシーというものならば憲法改正でしょ。憲法改正やりましょう。憲法改正。そして我らが安倍晋三首相が外交が得意で外交で支持率を回復してきたなるものをこんな人たちとかが繰り返すのですが、一方でこんな人たちというのは安倍政権の外交の成果は出ていないなどとね、のたまうわけですよ。一体どっちやねん。そしてこれまた政治ジャーナリストとしての鈴木哲夫さん、あなたの資質が問われる。なぜか会うイコール成果、必ずしもこれが正解ではないことは2月27日28日にベトナムハノイで行われた米朝首脳会談が決裂したことによってアメリカの方は非核化やらないとピッピだよと明確なメッセージを米国に伝えた。つまり首脳同士があったからといって何がしかのね結論に必ずしも至るわけではない。それはすなわち結論に至らなかったという結論になる。何よりも何かの結論を出さなければいけないと前のめりになれば、それこそ米国に足元を見られちゃう、我が日本国の国益を損ね、拉致被害者を取り戻せなくなっちゃうかもしれない、そういうことをおっしゃってるんですよ政治ジャーナリストの鈴木哲夫さん。このようになかなかユニークな政治ジャーナリストを紙面に登場させる講談社フライデー、そうなるとあの真打ちも登場しやす。この番組ではおなじみのジャーナリストの青木おさん、安倍政権の外交成果は常に見せかけだけで結局は何も得られていない、ロシアとの北方領土問題でも4党一括返還から2党先行に主張をトーンダウンさせ、韓国との関係は最悪、アメリカには防衛整備品を爆買いさせられるなど手下のように扱われている、拉致問題に取り組む姿勢を見せて政権浮揚を目論んでいますが、結局北朝鮮に舐められて何の成果も得られないという結末が予想されます。青木治さんは TPP11 というものをご存じないようですね。また南国との関係については、最悪になったのはこっちが何かやったことじゃなくて南国がやってきたことでしょ青木治さん。さらに青木治さんの目にはアメリカの手下だなどと映るようですが、私の目からはことあるごとにアメリカのドナルド・トランプ大統領の方から我らが安倍晋三首相の方にもしもし晋三教えてよとお電話がかかってくるとか、この現実から手下というよりもブレーンとかお友達とか、そんな風に私の目には映ります。そして何より拉致問題に取り組む姿勢を見せて政権浮揚を目論んでいる、あれあれれ、直近の NHK の内閣支持率は
ドドンと 5% 伸びて 47%、 不支持率は 35%。 青木治さん、かなり高いんですよ。このフライデーに乗った政治ジャーナリストの角谷浩一さん、鈴木哲夫さん、そしてジェーナリストの青木治さん、これら3人のお話、それはまるで米国に利益をもたらさんがの話に私には見えて、思わずこう呼びかけてしまいます。うっす工作員。週刊誌の締め切りというのは発売日の2日前が一般的なので、まさか締め切り直後にイスカンデルはしゃーとなるとは想像もしていなかったのでしょうが、結局工作員でなければただアベノバーカって言いたいがために記事を作ってしまった、その結果くるくるを披露する赤っ端になっちゃった。人を呪わば穴二つとはよく言ったもんです。さてさて、それでは我が国の立場は、まず日米が静観したから2発目のイスカンデル発射になったという見立て、これは多分そうでしょうね。これらの国のメンタルというのは、半歩下がると一歩踏み込む、少し譲歩するともっとくれというのが彼らの文化。それではドドンとズバンと一発目のイスカンデル発射に抗議をすべきだったのか、ミサイル防衛の視点からも、そして米国の核施設を人工衛星から監視しているアメリカからしたときに、一発目も二発目もアメリカは十分に知っていた可能性がとても高い。そして日米でその情報を共有していた。だから弾道ミサイル発射の方を受けても冷静に対応ができたと私は見立てております。その上で米国は今国連の機関が伝えるところによると1100万人、実に国民の 40% が食料不足にあえいでいるとか、そして我らが安倍晋三首相にしても前提条件なしでお話ししますよと言ったものの具体策は示さず、何かに似てはいないでしょうか。ロックオンレーダー超要高、日本製鉄さん、藤越さん、お金ちょうだい、やらねえよこと、ここに至ってまで南国のムン・ジェイン大統領は日本が歴史問題利用しているとか、なんかね、いろんなことをおっしゃってるそうです。そして今この南国に対して我が日本国が取っている態度は戦略的無視、戦略的無視。南国のムン・ジェイン大統領の悲願は一緒になっちゃった。もちろんかつては一つの国だったんでね、同じ価値観を共有するのでございましょう。ならばその同じ価値観を共有する国々に対して我々も同じ態度で接するべきではないでしょうか。つまり米国に対しても戦略的無視、戦略的無視。なので形式上は我らが安倍晋三首相は米国の金正恩委員長と前提条件なしでお話ししますよと言っておきながら具体策を一切示さず戦略的無視。そしてこの無視というのはいわゆるクラスのいじめとかの村八部ではなく、米国にしても南国にしてもそのどちらもがちゃんとね、大人のルール、社会の常識、世界の常識に従ってお話し合いをしたいというのであればいつでもウェルカム。そして繰り返しになりますが、今米国は食料不足に陥っている。おまんま食べられなかったら人は生きてはいけやしねえ、まして軍人さんだって食べなければ働けねえと考えた時に、時は時間はどちらに有利に働くか、そして米国との交渉において対話と圧力と、まるで2枚のカードしかないようにくるくるなマスコミの皆さんは報じておりました。しかし交渉ごとには対話と圧力の間に待つというのがあります。それは今アメリカのドナルド・トランプ大統領が米国にとっている態度と同じ。そしてこれは別に外交とかの話ではなく、大人同士の話し合いでも対話ができず圧力が効かない時にはただじっと待つというのも大人の態度。そして私もうっかりくるくるなこんな人たちマスコミの対話と圧力という言葉にはまってしまいましたが、対話と圧力の間には待つという選択肢もあるのだなと、大人の態度をかみしめる今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
壁心臓完全消滅石というものが出ながらにモルゲットよと。赤が勝ち、ヤクザが撃って戦い、ペニュークイスグリ、ウルクイスグリ、日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたから。